ヒーローの研究、ヒーローの研究、ヒーロのヒーロの研究はアーサー・コナンドイルによる長編小説。シャーロック・ホームズシリーズの最初の作品で1886年に執筆され、翌1887年に発表された。ホームズとアトスンの出会いと、その後起こる殺人事件を描く。事件の捜査が行われる第一部。 医学博士、元陸軍軍医ジョン・エイチ・ワトソンの回想録の本国と、犯行に至った歴史が導かれる、第二部、無題の二部構成を取る。第一部は、ワトソンの回想の形で始まる。医学博士・ジョン・エイチ・ワトソンは、イギリス軍の軍医として、アフガニスタンの戦場に赴くが、左肩に重傷を負い、後の作品では、部位が足に変わっていて、 ホームズシリーズの謎の一つ、イギリスに送還された。なすこともなく過ごしていると、かつて助手をしていた男からシャーロック・ホームズという、得意な人物を紹介され、ベーカー街221バイトで共同生活を開始する。初対面にもかかわらず、ワトソンが負傷して、アフガニスタンから帰ってきたことや、見知らぬ男の前歴を言い当てた、ホームズの観察力と推理力は、ワトソンを驚かせる。 岩波少年文庫版、冒険に記されている、ホームズからの挨拶、初めて、ホームズの物語を読む人のために、にも述べられている。共同生活を始めて間もなく、ホームズの元にスコットランドヤードのクレグスン刑事から、殺人事件が発生したとの手紙が届き、ホームズはワトスンを連れて現場に向かう。クレグスンとレストレード刑事は、難事件に、お手上げの様子である。 殺されていたのは立派な服装の中年男で、イーノック・トレッパーの名刺を持っており、壁には、ラフヘ、ドイツ語で、復讐の意図、血で書かれた文字があって、女の結婚指輪が落ちていた。ホームズは、綿密な現場検証をして、被害者が毒殺されたことや、犯人の人相、特徴を推理し、第一発見者の巡査に、事情聴取をしたりと、次々に捜査を進めた上、 新聞に結婚指輪の習得記事を出す。指輪を使って犯人をおびき出そうというのだ。予想通り指輪の受け取り人が来るが、ホームズが推理した赤ら顔の大男ではなく、老婆であった。しかもその老婆を尾行したホームズは見事に巻かれてしまう。一方、グレグスンはついに犯人を逮捕したと得意満面であった。彼が捕らえたのはドレッパーが、 秘書のスタンガスンと共に下宿していた家の女主人の息子である海軍将校だった。事件前日、ドレッパーがそこを引き払う際にその家の娘を無理やり連れ出そうとし、兄であった海軍将校に叩き出された事実があったのだ。それが犯行の動機だとグレグスンはホームズに言うが、続いてやってきたレストレードが秘書のスタンガスンが宿泊先のホテルで 視察死体で発見されたと伝える。ホームズは、準備万端整えた上で、辻馬車を呼ぶ。何事かとイブカしむワトスン、グレグスン、レストレードの前で、ホームズは入ってきた居車にあっという間に手錠をかけ、目を輝かせてこう叫んだ。諸君、イーノックドレッパー及びジョゼフ・スタンガスン殺害の、犯人、ジェファースン・ホープ氏を紹介しましょう。と、第部は、 一転してこの事件の裏に潜む過去の深い因縁が語られる。北アメリカ内陸部の砂漠。ジョン・フェリアと孤児のルーシーは迷って死にかけたところを、ブリガム・ヤングに引きられた移動中のモルモン教徒、末日聖徒、イエス・キリスト教会の信者の衆、モルモン開拓者に救われる。彼らはソルトレイクシティ、末日聖徒、イエス・キリスト教会本部を建設し、ジョン・フェリアは郊外で、 一生懸命働き、やがて屈指の不幸になった。また彼はルーシーを養女にして、実の娘のように可愛がった。成長したルーシーは、並ぶもののない美しい少女となったのである。ある日ルーシーは、旅の青年ジェファースン・ホープと出会い、彼の実直さと強さに惹かれた。ホープも彼女に好意を持った。父ジョンは二人の結婚を認めた。ところが、 一時ホープが町を去った時、モルモン教の指導者ブリガム・ヤングはルーシーに青年ドレッパーか、スタンガスンとの結婚を命令した。指導者に背けば命はない。ジョンは町からの脱走を決意し、ホープを呼び戻す。土地感のあるホープに導かれ、人籍未踏の荒野を踏破する。ここまで来れば安心とつい気を抜いたホープの裏を描くように、 ドレッパーとスタンガスンの一体が襲い、ジョンを殺害、ルーシーを奪って去った。彼女はドレッパーと結婚させられるが、意に沿わぬ結婚に程なく、病死、葬儀の場に飛び込んだホープは、彼女の指から結婚指輪を抜き取って去る。以後、ドレッパーとスタンガスンは、執拗に命を狙われる。彼らは、ソルトレークシティを離れ、アメリカ国内からヨーロッパを転々として、 ホープの追跡から逃れる。しかしホープも超人的な執念で彼らを追った。年月が経ち、彼らはロンドンに来る。そこでついに普段の殺人事件に至ったのであった。下宿を追い出されたドレッパーは辻馬車を拾う。この馬車こそホープが二人を追うために助していたものだった。ホープはドレッパーを空き家に連れ込み、毒薬の血統を挑む。彼は 自分の復讐を神の手に委ねたのだ。毒入りとそうでない眼薬を用意し、両者で同時に飲み込み、毒入りに当たった方が死ぬという方法である。そしてホープが勝った。結婚指輪はその時を落としたのである。スタンガスンにも同じ方法を挑んだが、彼はいきなり襲いかかってきたため、やむなく視察したのだった。取り押さえられたホープはおとなしく、今しめにつき、 スコットランドヤードに連行され、以上のような行きを、ホームズ、ワトスン、刑事たちに語った。そして、長い追跡のため無理を続けて、体を壊していたホープは、基礎を待たずして告示した。ホープを犯人と見破った、ホームズの警官にワトスンは警服し、しかし、手柄をグレグスンとレストレードに横取りされても何も言わない彼を見て、自分がホームズの活躍を記録して、 世に出そうと決心する、ワトスンのセリフで物語が締めくくられる聖典は本作のみある。エース・タディ・イン・スカレットが初めて日本で紹介されたのは発表から12年後の1899年、明治32年に毎日新聞で連載された血染めの壁である。役者は無名詞となっていて不明であり、内容を日本に移した本案だった。作中、 ホームズの名前は小室康四六とされ、挿絵では髭を生やした滑腐の良い人物として描かれた。明治時代は本案が主流で、新音無用博士、モルモン期間、人通力といったタイトルで紹介された。その後は翻訳が主流となったが、タイトルは壁帳の結書、疑問の指輪、シンクの一位と、スタディ・ン・スカーレットと様々であった。初めて、 ヒーローの研究と題されたのは1931年、昭和6年、改造者のドイル全集第1巻収録作で、ノブバラケンの翻訳である。以降の翻訳では、タイトルが、ヒーローの研究で定着した。初めて、シャーロック・ホームズシリーズ前編の翻訳をした、ノブバラケンが、ヒーローの研究と訳したことでこの題名で定着したが、現代、エース・ u d y in s c a r l の、スタディは、 研究ではなく、修作とすべきだとする説がある。現代、エース・スタディ・イン・スカレットは、作中のホームズの発言に由来する。その発言内に、エ A リトルアートジャーゴンという表現があり、美術史学では、絵画のタイトルに、スタディとれば、修作と訳されることなどから、ここでの、スタディは、修作と訳されるべき、美術用語であると結論付ける内容である。 1997年に翻訳を刊行した河出書房の版、小林司、東山茜役はこの説によりヒーローの修作と題している。1953年に信原県が翻訳した新潮文庫版は1996年に志子の信原店により訳の修正が行われた改版となったが日本では研究の訳で定着していること。 探偵小説のタイトルとしては、研究の方が、修作より優れている説があることなどを理由とし、引き続き、ヒーローの研究の訳を採用している。日本以外では、スタディを、エイトゥード、フランス、エストド、ポルトガル、ストディ、デンマークなどと訳しているが、いずれの語にも、英語同様、研究と修作両方の意味があるため、問題は発生していない。この作品は、 モルモン教の主流派である、末日聖徒、イエス・キリスト教会が、一夫多妻制を放棄した1890年よりも前に書かれており、現在では、一夫多妻を教会としては認めていない。ただし、一夫多妻を続けているという、脱会した、あるいは文派の元信者による主張は存在する。イーノック・ドレッバーが、モルモン教徒であるにもかかわらず、大酒を飲んでいたり、 高級羅舎起きた、モルモン教徒がいたり、被迫会社が、迫害者として行動していたり、異教徒の娘をめとったり、ブリガム・ヤングが、カトリックの教理問答のようなセリフを喋っていたりと、本編中でのモルモン開拓者や、ブリガム・ヤングに関する記述は相当な誤解と偏見を含んでり、現在もなお多くの部分では修正されていない。ジョセフ・スミス・ジュニアによって創設された、当時の末日聖徒、 イエス・キリスト教会には確かに過激な面があり、ブリガムやアングラの努力でそうした部分は是正されていったが、当時のヨーロッパにはまだ強い誤解と偏見が残っていた。また、モルモン教に登場する天使モロに、教団の発音は、モロナイという単語がアイルランド系の響きであったため、意図的にメローナとしたらしい。同様に、創作である四長老会議は、 川出処方観光のヒーローの修作中によれば、ドイルが何の資料をもとに創作したのかは不明である。なお、ジェレミー・ブレッド主演のテレビシリーズでは、このホームズシリーズ第一作は映像化されていない。一方、ベネディクト・カンバーバッチ主演のテレビシリーズではこの話をベースにたピンク色の研究が放送されたが、原作と比べて内容がかなり異なっている。また、漫画などで、 モルモン教に変えて別の名前を用いる例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。